さんこんにちは、アンナリンです。今日はパイナップルツアーせっちゃんの今日はせっちゃんのパイナップルツアーの大阪2日目に行きたいと思ってます。実は昨日も1日目に行ったんですけど、本当は1日目行く予定はなくて急遽行けることになって初日も行ってきました。めっちゃかっこよかったです。なので今日も楽しみです。で今日はそれまでにランチしたりお茶したりしてからライブに行きたいと思ってます。はい、ということでランチは楽屋バーガーというハンバーガー屋さんに行ってきましたよ。ここのお店はね、堺に昔あって9年前に行ったことあるんですけど、今回千原ジュニアの YouTube を見て北堀江に移転してるっていうのを知って、もう一回行ってみたいなっていうことで来てみました。そして辛口のジンジャーエールをお出しました。甘すぎずに飲みやすかったです。どうぞ。包んでもらって串抜いて食べると、見てください、このフォルムやばくないですか。ここのお店はね、ビジュアルにもこだわってるらしくって、もうこのままオブジェにできそうな美しさです。アボカドのカットとか見て、すごいですね。私がチョイスしたのは竹炭バンズとアボカド、チェダーチーズです。もう持ったらずっしり重たくてボリューム満点でした。ハンバーガーは犬鳴きポークを使ったハンバーガーで、ジューシーやけど、でもなんか味はね、全体的にこんな見た目なのに全然ジャンキーじゃなくて、優しい味わいで美味しかったです。はい、あっという間に1個ペロリでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、美味しいハンバーガーでお腹が満たされた後は、まだ時間があったのでアワザで行われていたアートムーブコンクールっていうのを見てきましたよ。アートムーブコンクールとはジャンルを問わない全国公募コンクールで、中高生部門、一般部門、シニア部門からなるあらゆる表現方法での256点が展示されていました。水彩画、油絵、切り絵、水墨画、それから私も好きで描いてるペン画など、テーマや画材、額縁も様々で、とっても興味深くゆっくり見て回ることができました。アート楽しんできました。いろんなアート作品見れて楽しかったです。今からデザート食べます。来ました、ティラミスのタルトです。それから白桃アールグレイです。美味しそう。怖いせっちゃんも連れてきたよ。どこかに遊ぶ公園の前にオリックス劇場があります。はい、そしてグッズ販売やってきました。今回私が購入したのがパイナップルのバンダナ、パイナップルじいさんのキーホルダー、会場限定の
黄色いポスター、それからステッカーのセット、そしてせっちゃんのアクリルスタンド、それからつとむくんの白い T シャツをゲットしました。計6点です。 T シャツね、いろんなデザインがあって全部可愛かったんですけど、私は、白いつとむくんにしました。じゃーん、パイナップルじいさんキーホルダー買いました。ここちょっとここ隠しとかなんか、ここ隠しとかなんか、アクスタです。かっこいい。ツアー2日目終わりました。めちゃめちゃかっこよかったです。内容は詳しく言えませんが、今日もめちゃかっこよかったです。最高。そしてお月様はここからは見えません。いやー、めっちゃ楽しかった。